N0IRは日本のラッパー、俳優、クリエイター、ドーベルマンインフィニティの MC、劇団エグザイルのメンバー。北海道札幌市出身。身長180センチメートル。血液型AB型。中学でバスケットボール部に所属したことにより、NBA 選手のアレン・アイバーソンの影響を受け、ヒップホップに興味を持つ。中学3年の時にグラフィックデザイン、ブレイクダンスを始め、ダンストラックを制作し、リリックを書くようになりラップも始めた。16歳の時にN0IR名義でラッパーとして活動を開始。17歳の時にSHOKICHI、佐藤弘大も在籍するクルーワイルドスタイルに所属し3年間活動。19歳から21歳までカナダのトロントに留学。帰国後は札幌のアパレルショップで働きながら活動。2012年2月、活動拠点を札幌から東京に移す。8月、舞台、アタックNo.1で俳優デビュー。9月、劇団エグザイルに加入し音楽活動と並行して俳優としても活動を開始。2014年6月、ドーベルマンインフィニティとしても始動。2016年4月、オネストボーイズとしても始動。2017年、クリエイティブユニット、N0IR を結成。俳優活動時は本名を使用していたが、2018年12月12日、俳優活動時も2019年からは、N0IR名義を使用することを発表。2020年8月2日、新型コロナウイルスへの感染を公表。発熱を確認したため検査を受けたところ2日に判明した。公表時には、平熱で体調は戻っていたという。N0IRライブショーケース2018アンチェインド、LDH パーフェクトイヤー2020スペシャルステージ、ミュージックボックス過去。ありがとうございます。